こんにちは、アーティクスです。我々は自己表現と他者貢献の喜びを世界に広めることを目指す集団です。ありのままの自分自身や自分が大好きなものを表現し、それが誰かの喜びや救いになったとき、何事にも変えられない生きがいが生まれ、また既存の健康的ではない数々の欲求を超越することができ、多くの社会課題も解決できると、確信しています。そのために我々は主に2つの活動を行うことを掲げ、役場アンチに参加させていただきました。発信活動に関しましては、さまざまなアーティストの方々の作品ではなく自身の魅力に着目したインタビューで、自己表現と他者貢献がかっこいい、楽しいといった文化を広めたいと考えております。SNS アプリに関しては、主に3つのユーザー体験に分け、ざっくりと説明をさせていただきます。まずは、身近な友人たちと好きを深める体験で、アーティクスでは自分が好きなアート、エンタメ作品や趣味をジャンル問わず登録でき、それを友人にリアルタイムで共有したり、個別におすすめしたりできます。また、初対面の人と見せ合うことで、共通の好きなものが見つかるかもしれません。2つ目は、オンラインの人から好きを発見するという体験で、アーティクスでは、登録した作品ページから、他にその作品を登録した匿名ユーザー、さらにはそのユーザーが好きな他の作品を見れるため、自分の好きな音楽から好きな映画や服が見つかるといったことが可能になります。また、アーティクス側からハマる確率が高いいろんなジャンルの作品や趣味がおすすめされるため、余暇時間と遊びの価値が増える、これからの時代にぴったりではないかと考えております。また最後に、アーティクスではプロフィールページで自分が好きなものが一斉にビジュアル化されるため、自分の新たな一面が知れるかもしれません。また、登録した数々の作品の背景にある色のような言語化できない共通点は、一人一人の独特な世界観を生み出すと考えております。そして、自分が大好きなものたちは、いわば今の自分を構成してきた要素であり、一人一人のプロフィールページは、まさにあなたという作品になると考えております。人間は好きを深めると、自然に自己を表現したくなる生き物だと考えております。例えば、ビートルズもジョン・レノンが自分が大好きなメロディーやコード、服や髪型を追求していっただけで、世界中のファンはジョンが好きなものを好きになったのだと言えるでしょう。ゆえに我々は SNS をローンチした後に、アーティクス・フォー・アーティストとして、まさにアート・エンタメ版メルカリのように、自分のいろんなジャンルの自己表現を簡単に投稿できる機能を提供しようと考えております。アーティクスにこの機能が追加されることで、既存のクリエイターエコノミーに圧倒的に欠けているソーシャル性とジャンル横断性、そしてコンテンツとコミュニティの融合、さらにはレコメンド機能といったことが追加され、そしていずれはインスタのように SNS 感覚で、誰もが当たり前に創作活動を楽しみ、それを共有し、そして誰かの創作活動を支援している、そんな世界を作っていきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。